てこんな大にこんなに使ってしまったんだよ。9000円しかないんだけど。いや久しぶりだよ。僕は行かなきゃいけないんだよ。僕は絶対に行かなきゃいけない。あいつに会いに行くんだよ。今まで避けてきたあいつに。また渡ることになるとはな。この明石海峡大橋を。え？やってないんだけど。え？定休日なんですけど。はい、皆さん、バルセロナに来たんですけれども、高須委員長が僕にビビって定休日です。せっかく淡路島まで来たんですけどね、なぜか定休日でした。まあ高須は一旦お預けということで、まあ別のホールで、まあ金を稼いで、まあ金を稼いだ金でここでリゼロで稼いで、最終的にはまあ高須にぶっ込むのはありかなと思うので、まあバルセロナから全部絞り取るのもまあ良くないなぁとは思いますので、まあ、至急違うホールに行って戦っていこうと思います。はい、なんでね、ちょっと潜入捜査、まあ他にも回る店とか勝ちやすい店あるかもしれないんで、まあいい機会っすね。完全にやられたわ。でもまあ寝台入れ替え当日は楽しみだぞ。ということで違うホール行きます。違うホール行きます。やられたわ。バルセロナよ、決戦は明日だぞ。覚えておけよ。さあ行くぞ。みんな、なんか闇に包まれたパチンコ屋に来ました。営業中らしいです。このパチンコ屋ちょっと探っていこうと思います。突撃せよ。やばい、みんな、やばい、みんな、とんでもない、とんでもない お宝台を見つけたぞ。あの刑事のボーダーって10日だったら17とかだぞ。17とかなのに1000円で31回転。まあおそらくね、淡路島は3円だから、ボーダーはまあ23とかぐらいまでなってしまうかもしれないけど、いやそこまで多分いかない。再プレイできるから、いやこれとりあえずぶん回すわ。みんな今日は勝ったかもしれん。ありがとうバルセロナ、定休日ですげえ穴場のホールを見つけることができた。感謝するよ。来い来い、聞こえるか、お前、おせ、
つけられました。それは美しい人でござる。なるほど、よう分かった。当たった、刺し取るよ、刺し取るよ。当たったってことはラッシュ、ラッシュ取った。全員を殺し、
ことだ。よう分かった。頼む。駆け取れ。頼む取れ。頼む取ってくれ。またごめんボーナス？またごめん。おどっか。おどっか。回るんで流してもしょうがないんで、まあ、おそらく換気率悪いんで流してもしょうがないし、回るから続行します。続行だ。
なんでね、なんでいつもずっと駆け抜けなの。こんなはずあたり登坂にとっても勝てるわけないよ。おかしすぎでしょ。刑事初当たりあんな感じで100分の1ぐらいで刑事初当たり取れてるのに、なんでラッシュ中の 76.5 分の1が引けないんだよ。そしてなんで最後のゲンさんもなんで 50% の振り上げ勝てねえんだよ。なんかパチンコ本当におかしすぎる。パチンコって本当におかしいよ。もう確率というものがもう確率じゃないよ。今日の見てみんなも分かったでしょ。もう319がもう確率通りには引けているよ。確率以上にすごい引き、もうあまりじかと思うぐらいの引きだったし、でも 76.5 分の1なんであんなにラッシュスルーするかね。ラッシュ2連する、おかしいって、おかしすぎるよ。もうパチンコって、もうまあバルセロナで行くよりか負けなかったかもな。バルセロナだったらもう5万負けてたかもしれないけどな、5万勝てる可能性もあったよ。ああ、どっちが良かったか俺は分からないね。ひどすぎるよねえ、こんなになんで負けるかね。うわー、調子よくてさ、あれ 76.5 分の1 130回転なんで引けないの。あれうまいこと引けていたらさ、めちゃくちゃもううわうわだったよ。今日4、5万勝っててもおかしくない引きだったし、ゲンさんもラッシュ取れてたら結局回ってもラッシュやれなかったら負けるんだから、なんなの。今日も2万負けたんだけど、こんな毎日2万負けてたら破産しちゃうよ。